足羽川ダム。足羽川ダムは、福井県今館郡池田町、一級河川、九頭竜川、水系へこ川に現在計画されているダムである。国土交通省近畿地方整備局が計画している、堤高 96.0 メートルの重力式、コンクリートダムである。普段は、貯水を行わない、いわゆる、穴あきダムであり完成すれば、日本最大規模となる。もともとは1983年、昭和58年へこ川が合流する足羽川に特定多目的ダムとして計画されていたが、水没する地域の住民からの反対運動が強く、計画の修正に追い込まれていた。2004年、平成16年7月の平成16年7月、福井豪雨で足羽川流域が過去最悪の洪水により深刻な被害を受けたのを機に、足羽川の支流のへこ川に洪水調節のみを目的とする治水ダムとして2006年、平成18年に建設方針がまとまった。ダムは、九頭竜川水系の主要な支流である日野川の右支線で、福井市内を貫流する足羽川のさらに右支線、池田町内を流れるへこ川に建設が予定されている。したがって、ダム名こそ足羽川ダムであるが実際は、へこ川に建設される。これはダムが当初足羽川上流の福井市美山町に建設される予定であったためであり、へこ川にダム建設地点が移っても名称は変わっていない。足羽川は福井市街地を貫流することから、1900年、明治33年に足羽川放水路が開削されたのを皮切りに、様々な治水整備がなされたが、流域は水害によって度重なる浸水被害を受けていた。このため、福井県は、足羽川総合開発事業として1967年、昭和42年により、補助多目的ダムを足羽川に建設する計画を立てていたが、1983年、昭和58年により、建設省、現国土交通省近畿地方整備局に事業が継承され、特定多目的ダムとして実施計画調査が着手された。ダムの形式は重力式コンクリートダム、高さは80メートル、1994年、平成4年より建設事業に移行したがそこから膠着状態に陥った。それは水没予定地の住民による強烈な反対運動の展開によるものである。ダム建設に伴い220戸の家屋が水没してしまうことから、地元住民はダム建設絶対反対の意思表示を行い、補償交渉は難航した。この間公共事業見直しの機運が全国で高まり、建設省は、諮問機関である、足羽川ダム建設事業審査委員会にダム建設の是非を諮問した。その結果、1997年、平成9年に、委員会は、足羽川にダム建設は必要だが、現行のダム建設は住民の犠牲を多く強いることから容認できないという答申を発表。これにより足羽川ダム建設事業は方針転換を迫られることになった。建設省は福井市をはじめとする足羽川流域自治体に対しダムを含む足羽川治水案を提示。凍結中の足羽川ダム案、堤防引堤案、堤防かさ上げ案、川床掘削案、遊水地案、放水路案、地下ダム案、そして別地点でのダム案の8案を比較検討し現行のダムと同等の治水効果を上げ、かつ、流域住民の犠牲が最小限で済む案の検討を行った。詳細はダムの代替案を参照。その結果、足羽川の支線であるへこ川にダム建設を行うことが最も効率的であるとの結論がなされ、新足羽川ダム建設計画として、建設予定地である池田町との調整に入った。この間の2001年12月、福井県と福井市は、水需要が増えなかったことを理由に足羽川ダムの水利用をしないことを決定し、利水ダムの必要性は失われた。2004年、平成16年7月、福井県を集中豪雨が襲い、特に足羽川流域は、福井市内で堤防が決壊して、福井市を中心に 14,172 戸が床上、床下浸水の被害を受け、足羽川流域で死者5名の人的被害も生じた。アスワ川の流量は基準地点の天神橋で毎秒2400メートルとなり、アスワ川ダムによる治水の想定を上回る戦後最大の洪水となった。この平成16年7月福井豪雨において、同じ九頭竜川流域の真名川は、真名川ダムの洪水調節によって、浸水被害ゼロという結果となった。このことからダムによる洪水調節の重要性が再認識され、アスワ川ダム建設を求める声が、流域自治体、住民より多く上がった。ダムが建設される池田町では建設の賛否について、水没予定住民の意向を調査した。この中で、福井豪雨が影響してか、時代の流れであるから、やむを得ないという住民の意見が大勢を占め、池田町議会も2006年7月に、アスワ川ダム建設に対し全会一致で、賛成決議を行い、地元の了承を得たことから今後は、具体的な補償交渉や、実施計画調査に入った。こうして、さらに治水能力を拡大したダムを建設する方針で2006年、平成18年により事業が再開されることになった。一方、元来ダム建設に否定的な活動を全国で展開している日本共産党議員関社頭で組織されている国土問題研究会は集水面積が小さく効果には疑問があるとしてダム建設には反対の姿勢を示し、代わりに堤防拡幅、のり面補強といった堤防補強を対策として提している。2007年、平成19年2月に、九頭竜川水系河川整備計画が策定された。2009年、平成21年12月には、国土交通省の新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え方に、ついにおいて検証対象とされている。この検証の結果、2012年、平成24年7月にアスワ川ダム建設事業は、継続とする国土交通省の対応方針が決定された。2014年、平成26年4月、アスワ川ダム建設事業の着工式が執り行われている。2026年度の完成を目指して、現在工事中である。新しくへこ川に建設されるアスワ川ダムについては、諸言の詳細が未定の部分が多い。形式は、重力式、コンクリートダム、当初は多目的ダムとしての計画であったが、水需要の減少と洪水調節の重要性を鑑み、治水専用ダムとして建設されることになった。通常のダムとは異なり完成しても貯水を行わず、通常時は下水をそのまま流し、洪水時のみ貯水を行う通称、穴あきダムとなる。当初は、堤高 130.0 メートル、総貯水容量7200万トンを予定していたが、最終案により堤高 96.0 メートル、総貯水容量2870万トンに縮小して建設することで、ダム本体は決定した。アスワ川ダムでは、へこ川をはじめアスワ川、本川等流域の主要支線からトンネルを通じて、洪水をダム湖に導水し、貯水することによって下流への洪水流下を抑制する。したがってアスワ川ダム湖は普段は空だが、豪雨時には流域の洪水をそのまま受け止め貯水し下流へは徐々に放流する方式の洪水調節方式を取る形になる。したがってへこ川自体の集水面積は小さいが、トンネルを駆使した洪水貯留を行うことで、集水面積はアスワ川上流域の大半に及ぶこととなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。